はい、どうも皆さんこんにちは、タイヨンです。今日も仁王2、前回の続きからやっていきたいなと思います。で、今回のメインミッションはですね、皆さんも、最終体験版でやった方はご存知ではないでしょうか。落日の天王山といったところで、まあ、やつですよね、ボスは。ただ、製品版になったので強くなってるかもしれないし、モーションが増えてるかもしれないので、まあその辺はね、十分な注意が必要ですね。では行きましょう。敵の配置とかもね、変わってるかもしれないかな。秀吉軍の勢い止まらず、左翼が崩れました。なんと、あの明智か。ゴズメを出して食い止めよう。はっ。ゲセヌ、いかにあやかしとはいえ、よほどの霊石を用いぬ限り、このような勢いは。つか、こいつ思い出したけどさ、こいつ両面宿儺に変身するやつじゃん。厳重に保管してやろうな。答えよ、トシミス。霊石をどこへやった。大出しだよね。もう目がやばいもん。いやー、これなんか懐かしいね。最終体験版からいくと、こんなステージだったわ。ここでね、初めてね、まあ、自分はあの一番最初とかの体験版やんなかったので、まあ、ここでね、覚えることも結構多かったんですけど。製品版では結構後の方のやつなんですね。で、上にもいるんだよね。よし、リスクは最小限。痛いわ。リスクは最小限って言って、鼻から攻撃してくるんじゃないよ。ああ、一緒ですね。やはりお前か、両面宿儺。さあ、どうなったか見せてくれ。ザック。なんかね、確か青い方はちょっとね、なんかめんどくさいけど、赤い方にしといた方がなんか必殺技は防ぎやすかった気がする。完全にいてはいけないものがいるから。
前に打ってきてみろ。やってこないな。そっちかい。いった。痛いって。殺す気満々じゃん。引っかかってる。3回、4回そっちかい。そういうことやってくる。これはダメだね。避けないと。で、赤いのやってきたら防ぐ。詰まってる。赤い技じゃなくなってるな。通常技になってる。ちょっと痛いだよ。引っかかってる。やりづらくなってるな。取ったね。これは避けないとダメだね。ちょっと避けないとダメって。くそ、引っかかるもところが増えてんな。はいはい。痛い。4回5回めっちゃ打つじゃん。めっちゃ打つようになってるじゃん。これは避けないとダメ。でも輪っかの位置を避けて、これつけて、もうちょっと使うな。ほい。やめて。多少モーション変わってるな。横に避けてればいける。この青い方厄介だな。
い方がいい。ただモーションってか赤い必殺技がちょっと少なくなってきたらちょっとやりづらいね。これダメだ、戻ったね。いや戻っても打ってくるんかい。それは話違うじゃん。今のダメだった。くそ、やはり外役へと進化してるか。これがあるからな。札が厄介。いやめっちゃお札使ってくるようになってる。かかるものが増えてやりづらいな。だいぶやめて。ちょっと待って、狭い。いやらしくなってるね、技が。使い時というものを覚えてきたか。こいつはっ、こればっかやってくるのか。回復して それまずいよ。で横に避ける。またやってくるのかい。赤い方にチェンジしてくれないかな。チェンジでお願いします。痛い、きつい。いったー。はい、おや、結構痛いだろう。それ痛いね、こっちも痛い。痛い。やめて。回復して。能力もなくなっちゃったから。
実に避けられる攻撃を確実に避けていく。そして攻撃を横に避けて、でも横に避ける。はい、では避けて、はっ、誘って来るんか。やめて。そろそろ使うかこれ。どや。またそれ使ってきて、誘って、こいつ時間稼ぎしやがって。またか。土足させて、これダメだ。ここに来て、こいつ。回り道を仕掛けた。さあ待て、それはないわ。そんなの卑怯じゃん。なあ、はっ、それはずるい。オフダやってくる。避ける。していけるんではないかって思うんだけど、こいつ一か八かな。
危な。オッケー、決まったよかったオッケー、お前か悪い子は。よかったー、出てきたか、シャリンガンの男。どこでもドア。深く。いかん。光秀様の身が。よ。秀之助。いつもながら見事だな。さあ、光秀を倒しに行くぞ。あ？どうした？なんだよその顔。おのれ！汚い真似を！光秀様を頼む。秀吉敵になっちまうのか。おい、本当に行くのか。我らを口封じのため抹殺、それがお主らの筋書きであろう。すでに滅びを覚悟した身、今さらお主と争う気はない。ただここから陰陽師になるんでしょ。玄武か。信長様の命を奪ったのは重き大義を果たすため。世は調和の上に成り立つ。乱れては万物が滅びよう。奪った主君の命も、そして共に滅びゆく我が命も、所詮は調和のうちに収まる一かけだ。口を敷き闇に潜みし邪悪の目。あいつか。あいつがラスボスなのかな。ただ秀吉敵になるかがこれ。お主の意に任せよう。おう。お主、藤吉郎とは異なる道を行くか。まずは逃げるが勝ちかもね。三河の家康殿を頼りましょう。何遠慮してんの。行くわよ一緒に。うん。
ここで道が違えていくって感じか。道吉郎ね、あれだよな、バクもらっちゃってるからな。うん、突進系ね。3つ、へえ。とりあえず次の辺見よっか。うん、半蔵か？秀千代殿だったとは、流行りすぎたようだ。徳川が家臣、服部半蔵にござる。この半蔵、先代か？我らは、藤吉郎の追っ手を足止めしておるのよ。やっぱりこれ持ってんのかい？時は稼げた。まずはこの場を離れようぞ。出たにゃんこ先生。我らにぎたまと同じ気配がするの。信心より生まれ、人に寄り添う我らにぎたま。うん、そして怨念より生まれ、人を喰らう新玉。この二つの均衡をなくしては、世にあるすべての誠意は成り立たん。長き戦乱で怨念が募り、新玉ばかりが勢いを増しておる。このままでは均衡は崩れてしまおう。天下太平がために戦う徳川に力を貸すがよい。案ずるな、わしがついてやろう。うん、気に入られたか。続きはかけながら話そう。猫股。あ、これもう分霊としてもらえるんだ。我ら伊賀衆が手を配り、家康様は無事に三河へ戻られた。うん、しかし徳川が陣立てを整えるのはまだ先になろう。藤吉郎に対抗した織田の急進たちはことごとく敗れ、うん、ついに柴田勝家殿も劣勢に追い込まれておる。そこで徳川に代わり、勝家殿を助けてもらいたい。うん、勝家殿の居城は北の将。ここ伊賀より山を越え、近江の北へ向かうがよい。勝家殿、そしてお市殿を救えるのはお主のみだ。
まあ、てなわけでですね、まあ、今回は、まあ、両面スクナを、倒しに行ったんですけども、いかがだったでしょうか。まあ、両面スクナに関しては、一応最終体験版の方でね、自分は何度か、戦った相手だったので、まあ、なんとかね、今までのボスよりは、まあ、スムーズに勝てたかなと思います。ただし、なんかモーションとかはね、なんか体験版の時よりも、なんかもっとコンボみたいな感じで、なんか増えたかなって感じはしましたね。うん。てなわけでね、次回も頑張っていきたいなと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またねー。